おととい茨城県北部で最大震度6弱を観測した地震について国の地震調査委員会は1 5キロ前後の断層がずれ動いた可能性があるという見方を示しました国の地震調査委員会は臨時の会議を行い茨城県北部を震源とし茨城県高萩市で最大震度6弱を観測した地震についての評価結果をまとめました 茨城県北部では、おとといの地震以降、今日午前5時までに、震度1以上の揺れが24回起きています。地震調査委員会によりますと、これらの地震は北北西から南南東方向に伸びるおよそ15キロの範囲の中で起きていて、今回の地震を引き起こした断層の長さも15キロ前後と推定できるということです。平田直市委員長は、 東日本大震災の余震は減少してきてはいるものの今後も長期間にわたって規模の大きな地震に注意が必要だと話しました。